はい、どうもこんにちは。これヤマトベイって塀なんですけど、これ DIY で作ってみましたので、これについて、プロのやり方と我々素人のやり方の違いを中心にね、で長持ちさせる工夫、そういうのも含めながら、解説していきたいと思います。全体こんな感じです。丈夫に塀を作るコツっていうかね、方法ですけど、これまあ大体ですけどコの字型になってます。この構造が一直線じゃなくて、コの字型ならば風に対してだいぶ強くなるんですよ。それでここの場合はこの一番長い一辺のとこですね、これ実はここの先に看板があるんですが、看板にこの連結してあります。これは何つったかな、床板に使う床板のネタを支える部品ですか。これ400円と500円ぐらいかな、500、600円で買えるものですので、これを使いました。まあこれに限らないんですが、まああったから使ったって感じです。なんかちょっとしたさ、金属、例えば羽子板とかね、そういう羽子板と呼ばれる金具とかそういうのでつないでやることで、これでかなり丈夫になります。あるいはね、この長い一直線の場合は途中に斜めの柱を立てなければなりませんね。それでこれがプロの場合でしたら、この基礎ね、基礎から違うんですよ。この柱ね、まず材料ですけど、この1x4 材と 2x4 材、あとこの9センチ角の柱、防腐加工済みですね、いずれも防腐加工済みのを使って、で黒く塗装してあります。水性塗料で黒く塗装してあります、防腐塗料ね。でここに柱の穴を掘るわけですけど、こういう80センチほど地面の下に入ってます。まあこの穴の掘り方なんか別の動画にあるんですが、まあとにかくこの土ですね、土とこの木の部分が触れないようにするっていうことで、耐久性を上げる工夫してあります。あとこの QT ボックスっていうのもねそうですけど、これがプロの場合でしたら、基礎ですよね、基礎を打ちます。基礎をだからここずっと向こう打って、まあ、土台みたいな形で横に柱をやって、立てるわけですね。横に土台、あと縦にも柱立てます。そういう形で作ります。あとこれまあヤマトベイっていう伝統的な形式なんですけど、これはまあこの場合ね、3本の胴縁と言われるこの横に走る構造材の前後に板を張って、でこう風通しっていうかね、こういう形になってます。まあこれ、間隔はもうちょっと狭いのが多いかもしれないですね。まあこれで外から見えないけど、風が通るっていう形になってます。まあで風が通るっていうのも強度的にも大事で、最終的に、この柱がね、柱の根元が腐って倒れる場合が多いです。だからここね、特に柱の根元腐らないように木を使った施工をしてあります。でこれもプロの場合ですね、どうやるかっつったら、この胴縁、これ柱の前面につけてありますけど、全部ね柱の前の面につけてあるんです。だけどプロの場合でしたら、これもっと柱も太いの使うか、この胴縁をもっと薄いの使うか、あるいは両方か、まあとにかくここに
穴を開けて、ほぞっていうんですかね、穴を開けて胴縁をこの真ん中を貫通させる構造を取るんですよ。そうするとすごい強度が出ます。ただこれね、どう考えても難しいですよね、素人にはね。ただそれまで、そこまでこう強度を出さなくても、このビスですね、ビスでただ前から止めただけでも十分な強度あるんですよ。でビス自体もすごい釘よりも締め付け力があるので、これで十分だと思います。まあこの上をね、人が歩くとかそういう場合でしたら別ですけど、まあこれで、まあ人も歩けば歩けるような感じですけどね。まあとにかく大工さんというかね、プロであればここへ穴を開けてやると。だけどまあ素人の人でも、まあ前に単純にくっつけるだけで、まあほぼ変わらない、まあ強度的には違うかもしれないですけど、まあほぼ変わらない形で、仕上がりは変わらない形に見えるというわけです。それとあと屋根つけました。これもどうでしょうね、プロだったら、板金するんですかね、板金屋さんが作るかもしれないです。だけどこれは長さ 1.8 メートルで900円ぐらいの既製品、棟トタン屋根の棟用っていうのを使ってあります。それとあとね、大工さんがやって違うだろうなと思うのはこれですよね。屋根を支える、なんて言うでしょう、この材料ね、こんな使い方しないですよね、やっぱね。これもやはりこの部分に穴を開けて、ここを通すと、真ん中を通すという形で、これ2つついてますけど、ここを1つにすると思います。ただね、あまり変わんないんですよ、仕上がりね。あとこういうね、切りっぱなしの仕上がりにもしないですよね、プロの場合。だけどこれはこれでね、なんか素朴な味なんですよ。っていうのも特に和風の塀の場合ですけどね、日本にはわびさびという美意識があるんですよ。これはまあ庶民ですね、昔江戸時代とか、あるいはそれ以前頃の庶民の質素な生活に見出された美学なんですよ、美意識なんですよ。だから金ピカ主義とは全く正反対で、この素朴な味、自然なところに美しさを見出すっていう、そういう美学があるんで、そういう風なね、造園屋さんが作るっぽいような塀であれば、割と素人が作ったこの雑な作りが味になるっていうかね、わびさびを感じさせてくれる場合もあるんですよ。質素な作りで、なんていうんだな、経年劣化っていうかね、経年が楽しめるっていうかね、これなんかもう新品ですけど、もう古びた感じがもう出ちゃったっつうかね、出したんだか出ちゃったんだかしてますけど。あと次にこの今映ってるこの竹ですよね、これプラスチックの竹使ってます。でこれね、プロの人だったらやっぱこう穴開けてこうやると思いますけど、これね30ミリのドリルで穴開けたんですけど、これもね、当初はこの1本だけにしたんですよ。1本だけにしたらちょっと間が空いて寂しいかな、あと全体こう黒とか茶色っぽすぎるなと思って、追加で2本にしました。まあプロだったらこういうことはしないですね。プロの場合は最初から設計がしっかりしてるので、こんなことはないでしょうけど、まあこれ素人がいいのかプロがいいのか、まあとにかく素人は素人なりに、まあ予算も自由ですね。後から、まあ、予算があれば、これなんかも1本600円ぐらいしますけどね、そんな安いものじゃないんですよ。だから結構本数もあるしね、金額的に加算ってあって、
あとね、今材木不足とかで材木も高いですけど、まあ、予算ですね。予算でケチっちゃうと、素人の場合は DIY の場合難しいですね。でずっと来て、これね、下あの固まる砂っていうのを実は今日ついさっき施工したばかりなんですよ。っていうのはこのここに泥が跳ねちゃうんですよね。雨が降って屋根があるんですけど、雨だれがこの辺に落ちて、ここから跳ね上がっちゃうんで、この辺まで跳ね上がっちゃうんですよ。でこれだとね、あの土がつくとやっぱ板も汚いし、腐りやすくなると思って、こういう形で固まる砂っていうのを施工しました。あとね、まあいずれはこのこっち側の土の部分に竜のひげでも植えて、泥跳ねとかね、土の流出を防ぎたいと思ってます。というわけでね、プロでなくてもできそうな感じな、割と多分丈夫にできそうな感じな大和塀っていう、DIY 施工例を紹介しました。以上です。ご視聴ありがとうございました。